日本です。さあ始めていきます。カナメギターコンタス塾、続いて2回目でございます。イエーイ。さあ今日は書いてある通り普天音符というものについてやっていきます。で引き続きリズムについて語っていくので、まだちょっとね不安が残る方はぜひどんどん知識を身につけていって、スラスラっと弾けるようになっていきましょう。イエーイ。さあまずは普天四部音符からいきます。楽譜でこんなリズムのところにちょこんと点が書いてあるもの見たことありますか？前回やったのはスタッカートって言って、この下もしくはまあ上に、楽譜によっては上についてたんですけど、今度横についてますね。で横についているもの、この普天がついていると半分の長さが足されるという感じですね。四部音符、普天四部音符は四部音符プラス半分の長さの八部音符が足されたもので、長さ的にはこの半分の八部音符の3つ分が伸びているっていう感じになっております。なので普天四部の長さはこう4拍に当てはめると八部音符3つ分伸ばしてくださいっていう感じになっています。まあ、人によって解釈は違うと思うんですけど、点がついてたら元のついているこの四部音符の 1.5 倍になるよっていう、まあ考え方と、半分の音符が3つになる、3倍になっているよというのが、まあ、考え方としてあるかなと。これは分かりやすい方で捉えていいかなと思います。僕は半分の3つ分って大体考えちゃった方が分かりやすいので、3つ分って一応捉えております。はい。そして普天四部九符ですね。今度はこれ覚えてますか？四部九符なんですけど、四部九符はこの右上に点がつくんですけど、そうすると長さ四部九符プラス半分の八部九符が足されたバージョンですね。四部九符の 1.5 倍の長さ、もしくは八部音符、八部九符の3つ分休むっていう感じで捉えてください。まず点がついて3つ分ってイメージが湧きづらかったら、長さ的にはもうこんな感じですね。タイでつながってる感じ、四部音符と八部音符がタイでつながってる長さがこの普天四部音符の長さになっておりますという感じです。そして実際に使われているフレーズだと、僕の大好きなラルク・アン・シエルのブルーリー・アイズのイントロのあのアルペジオですね。がこのテンテンテンっていうのがテレレテレレテレっていう感じで、タララタララタラで、8分音符3つ分3つ分2つ分っていう感じで、タララタララタラ、これがよく出てくる具体例っていう感じですかね。余談ですけど、無料の楽譜サイト見るとこっちの下のバージョンで書いてあることを目にするんですけど、まあ、厳密に言えば音の長さは一緒なんですよね。タララタララタラなんですけど、まあ、こっちだとその3拍目がもう消えちゃってるですよね、タイミング的に。で拍の頭が、まあ、これ見ればね、さ3つ3つ2つって分かるんですけど、拍の頭が分かりづらくなっちゃうので、もう基本上の方でこっちで書くのが、まあ、無難かなという感じがします。まあ、意味は同じという感じでございます。はい。ちょっとここのファイルがなくなっちゃったので別撮りでいきます。別撮りボンダス普天八部音符いきます。八部音符に点がつきます。と八部音符プラス16部音符の長さイコール16部音符3つ分伸ばしますよというやつですね。普天八部九符も同じです。八部九符プラス16部九符分の長さイコール16部9符が3つ分休むよっていうのと同じ意味ですね。すごいよく出てくるのがこれ、てーてってーてててててててってやつですね。とこれ、てて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 っていうやつですね。上の方はこのこっち側のフレーみたいな感じで、これがアイネクライネでよくあるやつ。そして下はアイミョンの君はロックを聴かないの落ちサビで出てくるやつですね。これスタッカートと一緒に来るんで意外と初心者の方には難しいかもしれないけど、いい練習になるのでぜひ。
な感じのやつですね。スタッカーと一発目で、いろんな曲で本当に出てきますので、16分音符弾いて、1個目で弾いて、2個目、3個目伸ばして、4つ目で弾くみたいな。たう、うたって間2回空振りが入ってるやつですね。で、こっちは、16分音符2つ連続で弾いて、後半の2つを伸ばしてるっていうイメージのやつですね。なんで、この辺をしっかり区別をつけて、まあ、間空振りしっかり入れて、取るような感じですね。いや、さあ、続きまして、普天二部音符でございます。はい、二部音符に点がつきました。二部音符と半分の四部音符がつながったやつです。イコール、四部音符三つ分です。三拍分ですよね、伸ばすのが。イコールこれですね。普天、これとこれイコールですね。二部弾いて、次の四部までタイでつながっている状態。どっちで表しても良さげな感じですね。で、普天二部九部。これも2拍休んで 3拍目休むみたいな感じですかね。1、2、3、1、2休んで3も休むみたいな。イコール、まあ、四部音符の3つ分書いても同じっていう感じですね。なんで書き換えというか変換ができれば、理解してできれば、全然 OK という感じですね。意味合い一緒なので。そして、普天全音符なんですけれども、まあ、4分の4拍だったら、4拍プラス2拍分伸ばすんですけど、結果的な長さは、2分音符3つ分になるんですけど、正直こう、4分の4だったら4伸ばして2、2分音符書いちゃうみたいなので結構こと足りるので、そんなに使ったことないですね、正直。ねえ、だってここでやってこっち2拍何も書いてなかったらなんかちょっと、ね、収まりが悪いというか、拍どこ行っちゃったのみたいになりかねないので、そんなに使ったことないですけど、まあ、もし書いてあることがあれば、そういうことなんだなと思っておけば、まあ違うので、はい。まあ、給付も一緒ですね。耳コピーして配布するときとかも使ったことないんですけど、はい。まあ、原理的にはそんな感じですね。1プラス 0.5。はい、1.5 倍になる。で、半分の音符の長さの3倍にという考え方でいけるかなと思います。どうですか？いい感じですか？皆さん勉強嫌いですか？物事にはね、しっかり理解してやらなければならない時ってあるので、多分気が向いているか向いてないかですよね。ゲームとか好きなことだったら多分皆さんいっぱいやるんでしょうけど、ね、興味のない勉強ほどやりたくないものはないという感じですもんね。本当に、まあ、興味が向けばっていう感じで頑張りましょう。はい、そしておまけなんですけど、副普天音符っていうのがありまして、さっきの普天音符だったじゃないですか。この副普天なんですよ。何かというと点が2つついちゃいます。ごめんなさい、ちょっと小さいですよね。2つついてるんですけど、まあ、さっきまでは四分音符で例にすると、四分音符で普天音符だったら8分音符が足された長さだったんですけど、さらにその半分の16分までの音符を伸ばしたバージョンで、四分弾いたら8分と16分分まで伸ばすっていうのが副普天音符、まあ、長さ的に言うと 1.75 倍になるんですけど、これね、あの使ったこと全然ないんですよね。どうですか皆さん、なんか、財布してるというか、耳コピーして財布して、副普天めっちゃ使ってるぜっていう人いたら、ちょっとどういう状況で使ってるのか、ちょっと教えていただきたいです。まあ、つなげるとしたら、四部弾いて、8部、16部タイでつながってるとか、あとは、8部と16部の長さってこの、普天8部の長さなんで、で、四部で弾いて、普天8部分、伸ばすみたいな、こんな感じで書くことが僕的には多いんですけど、まあ一応長さがさらに半分の長さが足されるっていうのが覚えておけば、もしね買った楽譜とかに登場していたらさらに半分足すんだなっていう、1足して 0.5 足して 0.25 足してみたいな感じで、まあ、解釈できると、まあ、理解の助けになるという感じですね。まあ、おまけです、これは。あんまり使ったことないです。
実践フレーズその1いきます。さあどうでしょう、いけそうですか。じゃあいきます。正解。4拍に当てはめると、タララタララタラタララタララタラタン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 でした。ちょっと何やってるかわからんへんっていう方は、四分音符プラス8分音符の長さですね。なので8分音符3つ3つ2つ分っていう感じですね。タアタアアタアタアアタアアタア。あとは伸びてるところが拍の頭に来るんで、はい、これも一拍ごとに見ていくと、たーあたあたたーあたあたたー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 た。 OK。 さあ実践フレーズその2、イエイ、いきます。さあこれも分解していくと、不定四分音符なんで3つ分休み、たで、これ不定四分なんでたで弾いて8分音符、まあ、3つ分の長さなんであと2つ伸ばします。そして8分音符休む、たたーんうーたたーんうーたたーん。はい、できましたか。よくわからない方はまずは4拍に合わせてしっかり口でリズムを歌ってみる。これが全てです、全てです、全てです。でも思い出したけど、昔こうやってじゃんけんするときにこうやってパー出す人いてね、ちょっとね流行ったんで、最初はグーじゃんけんパーンって言って普通なんかこうパーってちょっと縦っぽく出すけど、じゃんけんする機会あったらこれやってみて、ちょっとラッパーみたいな、最初はグーじゃんけんパーンパーンパーン。さあフレーその3、チュピーン、読めますか。まあ、アイネクライネのあれですね、さっき例でやった。じゃあ C でいきます。はい、これでございます。16部振ってるところの間に1回空振りしてリズムを取る感じですかね。たーたで4休む、たーた休む、たーた休む。はい、よくわかんなくなっちゃったら、右手4回振るうちの、で振るうちの、たううたっていう感じで、たーた、たうう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 た。はい。たーた、うん。たーた、うん。はい。ですね。さあ、下いきます。これも、あれですね。君はロックを聴かないの。落ちサビのやつですね。C だけでいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。読めましたか、弾けましたか、できましたか。一拍目四分音符のスタッカートですね。ペッて止めます。でこれタートっていうのはまた出てきますね。でタタタンタンタタ、はい、はい、そして解説をいきます。総復習ですね。先に書いちゃったんですけど、いきます。ワンツースリーフォー。という感じで解説すると、はい、点8分音符が8分プラス16分なんで、たー、そして16分たーで、8分9分、8分音符たーで、さっきやった不点四分、これは8分音符3つ分っていう感じなので、たーあーあーってなるんですね。16分に換算すると6個分ですね。そして8分音符なんで、たー4拍目の裏に来ます。そして下側ですね。これ新しく出てきたな。たたた。16部、8部、16部。たたた。たたた。そして、タイが出てきましたね。コイキング。で、これ2つ。16部2つ分伸びて、これスタッカートですね。これは下についてるんで、不点じゃないですね。不点は横についてますね。こっちスタッカートなんで短く切ります。そして、不点、8分9分ですね。これは、ってやせますね。た。そして、た、たたー。16分、不点10、不
転八分なんで、パパっていうリズムですね。で、これをもう口で言うわけです。下は、タタ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 ですね。これを口で言って、実際に弾いていくっていう感じですね。はい。口で言って完全に理解したものを表意していくという感じでございます。さあ、前回同様、ちょっとためになったよ、わかりやすかったなっていう方がいたら、ぜひぜひチャンネル登録と高評価お待ちしております。レッスン解説動画以外にも演奏動画いっぱい上げてるので、行ってみてください。では、またポンタス。